南トルコエーゲ海在住の海です。今日はこのパザールで買ったでっかいキャベツを使ってキャベツのサルマを作っていきたいと思います。これサルマは巻くっていう意味なんですけど、まあ、お肉巻いたりもするんですけど、今日はこうお肉巻くあったかいバージョンじゃなくて、スパイスとハーブで味付けしたご飯を巻いた冷菜のキャベツのサルマを作っていきたいと思います。では早速作っていきましょう。では早速、キャベツのサルマです。このキャベツなんですけど、これちょっと、小さめのキャベツを選びました。その中でもでもこのキャベツがこうクッとなってる硬いキャベツよりも、やっぱ春キャベツのようなこう柔らかいキャベツがサルマには向いてます。まずここの芯の部分をねくり抜きます。芯の部分をくり抜く方法なんですけど、まあ一枚一枚剥がしていってもできるんだけど、できるんですけど、なんかそれだと結構大変なんで、こういう感じで芯をくり抜きます。はい、こんな感じで、芯を、まあ、軽くくり抜いて、このくり抜いたキャベツをこうお鍋にバサッと入れます。でお水をこう入れて、このくり抜いたキャベツを丸まま、お鍋に入れてお水を注ぎました。そしたらこれを沸かしてキャベツを蒸しにします。でキャベツを柔らかくしてる間に中の具を作っていきます。はい、じゃあサルマ、キャベツの中に巻くスパイスライスを作っていきます。材料が玉ねぎ4つ、あとこの干しぶどう、この小さいカレンツっていうんですかね、日本だとカレンツですね、クシューズムっていうんですけど、この干しぶどうを使います。で、松の実を通常入れたりするんですけど、ちょっと今日松の実が家にないのでくるみでやっていきます。まあ、くるみでも松の実でも他のナッツでもピーナッツでも、あとはかぼちゃの種とかでも作ったりできます。あとディルは結構このハーブの香りが結構する、ハーブの香りを効かせるのに必須です。あとレモン半分と、あとスパイスは、ドライミントとイエニバハル、オールスパイスですねを使います。じゃあまず玉ねぎをみじん切りにしていきます。トルコ料理は本当に、特にオリーブオイルの冷菜、すごい煮込みじゃなくて、玉ねぎ使うんですよ。あのオリーブオイルの冷菜の中の、スパイスライスは本当に玉ねぎのキャラメリーゼが必要、もうそれがほとんど味を決めるって感じなので、玉ねぎをもうとにかくキャラメリーゼします。から炒めていきます。でまず玉ねぎを炒めていきます。オリーブオイル、ちょっと多めなオリーブオイルが必要です。あれ、お鍋ちっちゃかったかな。キャラメリーゼしていきます。で玉ねぎを炒めてる間に、今度は最後に入れるんですけどね、このディルを入れていきます。結構ね、このディル香りが良くて美味しい、大好きで、私結構多めに使っていきたいと思います。
結構ね、トルコ料理って言っても、まあ日本でもそうですけど、地方によってはやっぱり全然違うんですよね。こう東の方とかだとやっぱ肉料理、東は肉文化で、内陸は粉物で、上の黒海地方は魚とかがやっぱりよく食べられてて、で、外海やっぱ地中海の方はね、やっぱオリーブオイルの冷菜やったりとか、あと雑草料理、なんかあんまりサルチャとか濃厚なソースを使ったりするよりも、結構あっさりした素材の味を生かした、もうレモンとオリーブオイルみたいなのが主流ですね。キャベツはそろそろどうかな、いい感じですかね。あ、なんかもう蓋開けたらもう香りが、もうキャベツの香りって感じ。もうこれできてますね。こんな感じになったら OK です。はい、じゃあ玉ねぎはもうキャラメリゼまではいってないけど、こんな感じで進めていきます。で、ここに、ご飯を作っていくんですけど、くるみ、これはご飯、お米とあとカレンツも入れちゃいます。そしてここにスパイスが入るんですけど、オールスパイスですね。オールスパイス、イエニバハルって言うんですけど、これ小さじ1杯。で、ミントを大さじ1杯入れていきます。ドライミントですね。混ぜていきます。あー、もうめっちゃいい香り。このオールスパイスがいい香りしますね。お水を入れて、で、蓋をして炊き込んでいきます。そしてご飯を炊いてる間に、このさっきのキャベツ、これを準備していきます。ほら、これ茹でると剥がしやすい。やっぱ一番、中のご飯はスパイスライスはこんな感じで、水分がなくなったら OK です。そうですね、まだ全然ご飯に芯が残って硬いんですけど、後で一緒にキャベツに巻いて、煮込んでいくので、全然そこは気にしなくて大丈夫です。キャベツ、湯がいたキャベツはこう一枚一枚は剥がしました。まあこれぐらいの大きさに巻いていく外側を用意していきます。じゃあスパイスライスが出来上がったら、最後にディルを混ぜ合わせて、あ、めっちゃいい香り、美味しそう。なんかご飯にナッツやドライフルーツとかハーブやスパイス入れて作るっていうのが、こうすごいエキゾチックでいいですよね。こういうとこ好きですね、私も。トルコ料理、このキャベツはさっきのキャベツ剥がして芯を取って、こうこのぐらいのサイズに包みやすいようにしました。こう包んでいきます。
手作業ですよね。こうやってご飯をくるんでいきます。はい、そしてキャベツを巻き終えました。こんな感じです。これをこのキャベツ、ご飯を包んだキャベツを煮込んでいくんですけど、キャベツの芯、この先切ったキャベツの芯を下に引いていきます。っていうのもね、このやっぱりこの問題は煮込んでる時に焦げついたらもう最悪なんでね最悪っていうか、はい、ひっついちゃうんで、そのキャベツ問題があるので、こういう感じで敷き詰めました。ここに包んだキャベツを乗せていきます。はい、こんな感じで並び替えました。お鍋さっきのちっちゃかったんで入れ替えたんですけど、下にキャベツの芯を敷いて、で上に巻いたご飯を巻いたキャベツを乗せていきました。上に重ねて大丈夫です。そしてここに、お水1カップ、あとレモン、半分絞ったやつをこう入れて、そしてオリーブオイルですね。オリーブオイルをこう回しかけて、この状態で、そうですね、上にも葉っぱかぶせようかな。上にもなんとなくこう蒸し煮みたいな感じでキャベツの余ったところをかぶせて、この状態で煮込んでいきます。はい、じゃあこのサルマを、火にかけて、まあ沸騰したらすぐ沸騰するんだけど、沸騰したら弱火にして、そうですね、だいたい30分ぐらい煮込んでいきます。はい、じゃあ、キャベツのサルマができるまで、さっき作ったボレキへチャイタイムしたいと思います。残念なお知らせは、キャベツのサルマって冷菜なんで、出来たてよりも翌日が美味しいんです。だから、あれが食べれるのは明日かな。まあ、煮物も翌日が美味しいって言いますよね。っていうことで、チャイタイムを楽しみたいと思います。またねー。よろしゅるー。